弟はシンガーソングライターの藤井風さんです。ミュージシャン藤井そらさんのライブが先週末、岡山県里庄町のフランス料理店で行われました。ふるさと納税の返礼品として企画されたライブには全国からファンが訪れました。里庄町のレストランで8日に開かれたスペシャルライブです。ピアノを奏でるのはミュージシャンの藤井そらさん。音楽好きの父親の影響でピアノやトランペットなどをマスターしました。里庄町出身のそらさんは4人兄弟の長男。13歳年下の弟はシンガーソングライターの藤井風さんです。とにかくこの町はですね、災害がとても少ないです。はい、であとは、特に大きな事件などもない、大変平和な町でですね。ピアノを奏でながらトランペットを吹くという独特の演奏スタイルも披露。今は神奈川で暮らすそらさん。生まれ故郷の里庄町で行われたこのライブは、藤井そらさんの生演奏を堪能しながらランチやディナーを楽しめるふるさと納税の返礼品として企画されました。7月7日から8月27日までの募集期間におよそ370万円が集まり、ライブは合わせて4回行われました。里庄町のために何か力になることがないかなというお声掛けがありまして、里庄町の企画書効果がこういった企画がどうだろうかということで提案して実現に至りました。今里庄町は藤井そらさんの弟藤井風さんゆかりの場所を訪ねる、いわゆる聖地巡りで注目されるようになり、ふるさと納税は2018年度の1325万円から昨年度はおよそ4億3000万円になったということです。さらに里庄町を盛り上げようという今回のライブでは、そらさんのオリジナル楽曲のほか、ジャズやシャンソンのスタンダードナンバーも奏でられました。素晴らしいですね。ライブ来るとやっぱりこうまず来たいなという、思いますね。まだなかなか自分が育った町に感謝を表すというのがこういう形でできるというのはやっぱり空さんの実力があるからだと思うんで、いい試みだなと思います。大盛況に終わったふるさと納税とコラボしたライブ、藤井空さんは今後の開催にも意欲を見せています。大勢の方が里庄町を応援していただいて本当に嬉しく思っております。こういう形で音楽でお役に立てるのか、と思いましたね。また今後の機会もあればこの形でやらせていただきたいと思っております。藤井兄弟の活躍で注目を集める人口1万1000の里庄町。岡山県西部の小さな町が今後さらに音楽で盛り上がっていきそうです。